イブス枕崎線は、鹿児島県鹿児島市の鹿児島中央駅から、鹿児島県枕崎市の枕崎駅に至る、九州旅客鉄道の鉄道路線である。JR グループで最も南を走る路線である。薩摩半島の東岸と南端を回り、県と鹿児島市と、温泉地イブスキ市及び港町の枕崎市を結ぶ、観光の足となっているほか、鹿児島市への通勤、通学路線となっている。 前線が鹿児島市社の管轄である。鹿児島中央駅黄色駅間では IC 乗車カード、守護課の利用が可能である。列車位置情報システム、どれどれは鹿児島中央駅西駅間のみ対応している。鹿児島中央駅からしばらくは鹿児島市内南部の商業、住宅地帯を通り、谷山までは鹿児島市電とほぼ並行している。定期券では 市電の全線定期券よりも JR 定期券の方が大幅に安くなることから当線の利用も少なくない。車内から鹿児島方面を望む石油備蓄基地や桜島が見える。市街地が途切れる五井の駅からは住宅地や畑の中が主な車窓である。日向川駅あたりから宮ヶ浜駅あたりまでは鹿児島湾の海岸線沿いを走り、対岸には 桜島や大隅半島が見える。イブスキー駅近辺で一旦内陸に入った後、山川駅でまた海岸沿いを通る。その後、南側に海門だけが見えるようになる。この辺りはほぼ畑の中を抜けていくが、大地上の起伏が多く高低差もあり、トンネル、または霧通しになっている箇所も多数ある。線路脇の樹木の成長が早く、低い列車頻度と相まって、 線路脇の樹木が列車にぶつかる箇所もある。五両駅以西ではリアス式海岸を避けて内陸寄りの高度のある場所を走っているため警告をまたぐ橋梁やトンネルも多いが視界が開ける場所では太平洋が望める地点もある。山川駅から枕崎駅までは時間帯により試職員を配置している西駅を除きすべて無人駅である。多くの普通列車。 快速列車でワンマン運転を行っているが、朝の一部の列車は車掌が乗務している。また、鹿児島本線と直通する鹿児島発着の列車も平日の朝に1往復、夕方から夜に2往復ある。鹿児島中央駅キー,ー駅間は15の40分間隔の運行である。キー,ー駅伊ブス駅、山川駅間はほぼ一時間間隔となる。夕方には鹿児島中央駅、 次元寺駅間、平日夜と毎日深夜時間帯は、鹿児島中央駅五位の駅間の区間列車も運行される。2017年3月改正においての最短運転間隔は、木入駅における6分であり、同駅での上り特急の直後に、同駅で折り返す上り普通がこれに当たる。2016年3月改正で次元寺発着一往復が設定されたことで、 平日の鹿児島中央駅基準の運転本数は、特急を含めて上り49本下り51本となり、単線非電化のローカル線でありながら、副線電化である鹿児島本線移住院方面の鹿児島中央駅基準の平日上下各42本を大幅に上回るなど、九州新幹線を含めて鹿児島中央駅を発着する路線で最大の運転本数がある。 運転本数のみでなく、始発列車が、ローカル線では、異例の4時台と早いのが特色で、これは、国鉄時代からものであった。山川駅枕崎駅間は、運行本数が1日5から8往復と少なく、4から8時間ほど、列車のない時間帯がある。鹿児島中央駅枕崎駅間を直通する、列車は1日下り3本上り4本だけで、他は、いぶ駅、または、 山川駅で乗り換えとなる、いぶ駅、または山川駅西駅間の区間列車もある。ワンマン運転の普通列車、快速列車の乗車方法は、交通系、IC カードの通用エリアの鹿児島中央駅、紀伊駅間では、列車のホーム側のすべてのドアから乗り降りできるが、紀伊駅枕崎駅間においては、無人駅及び、有人駅での営業時間外の停車時に関しては、 前の車両のドアのみ開き、乗車時に整理券を取り、降車時に、運賃等と共に運転士に渡す必要がある。2006年3月17日までは、鹿児島中央駅入れ駅間でも、同様の扱いであった。伊ブスキ枕崎線を走る列車鹿児島中央駅、伊ブスキ駅間に、特急、伊ブスキの玉手箱が3往復、鹿児島中央駅山川駅間に快速。 名の花が下り4本上り3本運転されている。いぶすき枕崎線の快速脇波200系機動車が投入される1992年7月15日のダイヤ改正までイブスキの愛称で運行されていた。2004年3月13日のダイヤ改正には観光利用を念頭に置いた指定席連結の特別快速、名の花デラックスが登場した。使用される キハ200系機動車のうち、キハ200から9及び1009は、ナノハナデラックス専用塗装であったが、現在は、他の車両と同じ側面に大きく、ナノハナと書かれた塗装に戻されている。ナノハナデラックスの指定席に使われる、キハ220型は1102の一両しかないため、検査や、故障時は、指定席車なしのナノハナとして運転されていた。 なお、キハ 220K1102 は、ナノハナデラックス、廃止後、元板熊本車両センターへ返却の後に、元の赤い塗装に戻され、被殺線の普通列車として運行している。ナノハナデラックスは、2011年3月12日のダイヤ改正で新設された、観光特急、イブスキの玉手箱によって置き換えられた。以下に示す車両はいずれも機動車である。 改正鉄道不設法別表第127号、鹿児島県鹿児島付近より、いぶ枕崎を経て、加瀬だに、いたりる鉄道の一部にあたる。なお別表第127号の枕崎加瀬田間は1931年に、南札鉄道枕崎線の一部として開業したが、1984年に廃止されている。山川駅西駅間では1960年の、 開業時に10キロの1.6倍の犠牲キロを採用し割増し運賃が適用されたが翌年5月に国鉄新線建設に対し補助金が出ることになったため犠牲キロによる割増し運賃は廃止されたまたイブスキ駅枕崎駅間は第二次世界大戦前に鹿児島南海鉄道という会社が鉄道不設免許を取得したが資本金を集められずに解散し 免許が失効した区間となっている平均通過人員旅客運輸収入は以下の通りありがとうございます。